ソロコンで金賞を取るにはというご質問にお答えしていきます。こんにちは、フルート奏者の町井愛です。私のフルートお悩み相談室の方に、ソロコンで金賞を取りたいです、どのようにしたらいいでしょうかというご相談をいただきました。ありがとうございます。どんな点に注意してこう演奏したらいいですかっていうニュアンスの質問だったんですけれども、そういうことを考える前にしっかりやらなければいけないことがあると思います。まずあなたが演奏する曲、そしてその作曲家のことをしっかり調べてください。その方が何年に生まれて何年に亡くなっていて、その間にどんな時代背景があったのか、そしてその曲を作曲した時にその作曲家の方はどんなことを思って書いたのかということを調べてみてください。今はインターネットも簡単に調べられますし、あとは CD で曲目解説とか見ていただいてもいいと思うんですね。その作曲家のこと、そしてその曲のことを全く知らないよりは全然いいので、軽くでもいいのでしっかり調べてみてください。例えばですけど、曲の感じとかからわかると思うんですが、その方が大好きな人を思って描いた曲なのか、それとも例えば戦争時代に生きてらした方で、その戦争反対っていう気持ちを皮肉を込めて書いたような作品なのか、それとも大切な人が亡くなってしまってすごい悲しいっていう思いで書いたのか、もうこれで全然表現方法が変わりますよね。これを知ってるか知らないかってすごく大事なので、まずしっかり調べましょう。そして次ですが、曲をこう技術的にも表現の部分でもしっかり吹けるように練習するということが、まあ、もう基本ですけど大切になります。この表現の方法とかそういったことっていうのはもう曲によっていろいろなので何とも言えませんが、その曲に合ったあなたの解釈した表現っていうのをしていただければいいと思うんですね。そして技術的なことはもういろいろなことがやっぱりあるとは思いますが、一つ一つしっかりクリアして、丁寧に一個ずつ一個ずつ練習していくことで、本番例えばいつもより絶対緊張すると思うんですけれども、そういう状態でも当日演奏できるっていうところまで完成度を高めていくっていうことをしていきましょう。そういった練習ができたら、今度はピアノと一緒に合わせるためのリハーサルですね。その時間を取ると思うんですが、その時にしっかりと打ち合わせをしてください。きっと一人で練習している時よりも息をたくさん使っちゃって息が持たなかったりとか、あとはそうですね、思ってたよりもこう気分が高揚しちゃってテンポが速くなっちゃったりとか、もしくは自分はこのぐらいのテンポで吹きたいと思ったのにピアニストさんのテンポにつられてしまって思うように吹けなかったりとかっていうことがきっと起こると思うんですね。でそれをそのピアノの方が先生なのかお友達なのか分かりませんが、遠慮せずにしっかり自分はこういう風にやりたいんですっていうことをお伝えしましょう。テンポが例えばピアニストさんの方が早かったら自分はもうちょっと遅く吹きたい、もし遅かったらもうちょっと早く吹きたいっていうこと、そしてこのぐらいのテンポで吹きたいんですっていうことをしっかり示しましょう。それから息継ぎの場所などなんですが、ここもしっかりピアニストさんにお伝えしていくといいと思います。ブレスの時間もできるだけね短い方がいいんですが、もう場所によってはしっかり長い時間っていう風にブレスを取りたい時もあると思うんですね。そういう箇所はここはちょっとテンポ待ってくださいっていう風にお伝えしましょう。そして今度は通して吹けるようになる必要がありますよね。部分部分で練習したらうまくいくんだけど、最初から続けて吹いたらちょっと大変になっちゃうっていうこともあるかと思います。なのでこの通して吹く練習っていうのもしっかり繰り返しやってください。そこまでできるようになったら、お友達でも家族でもいいですから、聞いてもらうっていう場を設けるといいと思います。たとえ一人の人しか目の前にいなかったとしても、結構緊張してこう何か事件が起きると思うんですね。でそういうリハーサルの段階でもう事件は起こしきっちゃうといいと思います。例えばやっぱ結構緊張しちゃって音程すごく上がっちゃうんだなとか、すごく練習したけどここの難しいパッセージやっぱり人前になるとうまくいかないなとか、そういう部分出てくるはずなんですね。ただそれって見つかれば見つかるほど自分の毎日の練習に取り込むことができます。なのでぜひそういう風に人前で吹く練習っていうのもしてみてください。立ち振る舞いとか姿勢とかっていうのも大切になってくるかと思います。
このソロコンで金賞を取るにはっていうふうに質問してくださった方は、普段吹奏楽で演奏されている方だったんですが、そうすると普段って椅子に座って吹いてらっしゃると思うんですね。ですがソロコンの時ってきっと立って演奏すると思います。なのでちょっとやっぱり吹いてる姿勢というか体力の使い方も違うんですね。なので立って吹いてる時の姿勢がいい姿勢で吹けているか、ステージに出て行ってお辞儀するっていうところも一人なのでしっかり見られていますから、そこが例えばお辞儀が下手だから減点されるとかはないですけど、印象としてプラスになる部分ではあると思うので、きちんと出て行ってきちんとお辞儀をするっていうことを心がけるように、それもぜひ人前で練習してみてください。審査をしている先生がどんなことをこう見てるかっていうと、まあやっぱり技術的なことと音楽的なことと両方見てると思うんですが、基本的には好意的な気持ちで見ています。若いみんながすごく一生懸命音楽に真摯に向き合ってる姿っていうのに感動しながら審査をさせてもらってます。なのであなたがこれまでどんな練習をしてきたか、そしてそれをこの場で全部出すんだ、自分はこの音楽がこの楽器が大好きなんだっていう、そういう思いっていうのが音に乗せられて表現してくれれば、すごく納得のいく演奏もできると思いますし、しっかりその思いっていうのは審査員に伝わるはずです。まずあなた自身がしっかりと曲を理解してしっかり仕上げていくこと、それが大切で、このそういう基礎的なところがきっちりできてるかどうかってすごく本番の演奏の出来に差がつくんですね。なのでこう焦らず、金賞を取るにはこういったコツがあるんじゃないかとかいろいろ気になると思うんですが、もう原点に帰ってきちんと着実に積み上げたものがある人がやっぱり結果を出すはずなので、その焦らずに日々の練習の時間っていうのに向き合ってみてください。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。他にもフルートのご相談、お悩みなどありましたら、私のフルートお悩み相談室に送ってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。